南口ホーム階段付駅番号は CB06 三北町の中心部である三北地区に位置する駅。開業は1889年2月で、1987年4月の国鉄分割民営化により、運営事業者は日本国有鉄道から JR 東海に変わった。かつては三北機関区を要する山越えの拠点駅であり、山間部にありながらも三北は、 鉄道の街として栄えた、急行列車が停車していた時代もあったが、現在は普通列車のみの停車駅である、当駅で折り返す高津駅方面行きの列車もあり、かつては東京駅から JR 東日本車による直通もあったが、2012年ダイヤ改正で廃止された、御殿場線の途中駅の保存されている D52701889 年に、 開業した高津駅沼津駅間の東海道本線は、現行の熱海駅経由のルートでは、山岳地帯を通過することから建設が困難とされたため、御殿場駅を経由するルートで建設された。そのため、三北駅も東海道本線の駅として開設された。御殿場経由のルートには25%パーミルという鉄道に、とっては厳しい勾配区間が連続し、 補助機関車による補助なしでは通過できなかった。三北駅では、甲図方面から沼津方面へ向かう、下り列車に補機を連結する作業が行われ、その補機の機関、鉄道が開通するまで何もなかった山間の集落は、箱根越えの幼少の駅を要する町となり、活況を呈するようになった。大正から昭和初期にかけての最盛期には、650人もの職員が、 駅や機関区などで働いていたと言われる。三北駅は、補給電結のほか、蒸気機関車に石炭や水を供給する役割も担ったため、急行列車も必ず停車していた。停車列車が増加すると、あゆず市の駅弁や三北産のみかんが販売されるようになった。機関区では、多くの蒸気機関車が待機し、大量の煙を上げていたために、三北のすずめは、 色が黒いという言葉があったほどである。しかし、1934年の丹那トンネル開通を、機に、駅の賑わいは消えていった。トンネルの開通によって、東海道本線が、熱海経由のルートに変更され、三北を通る路線が、御殿馬線という地方路線となったためである。停車する旅客列車、貨物列車の本数は削減され、それに伴って、駅員。 機関区の機関紙も削減されていった。1943年には、御殿場線の資材教室に伴う単線化と、散北機関区の廃止がなされた。その後、駅裏での機関区跡地には、公園が設けられ、御殿場線で使用された D52K75 機が、生体保存されている。こちらを動体化させる街の、 奇跡の復活事業の一環として2016年3月18日には圧縮空気による試運転が行われた。町は新たな観光資源として SL 道大化に着目し、国の地方創生事業にも認められ、前年から着手。最終的には本線への復帰も考えられているという、島式ホーム一面二線を有する地上駅。ホーム北側が一番線。 南側が2番線であり、基本的に1番線を上り列車、2番線を降り列車が使用する。かつては、現在あるホームの南側にも島式ホームが設置されていた。ホームの外側に1本ずつ電化された側線があり、電車の夜間対白が行われている。構図方面からの折り返し列車は2番線で折り返す。2番線に折り返し列車が停車中の、 御殿場方面域の列車は一番線を使用する。明治、大正時代は、構図型に南にカーブする形で列車の暴走を防ぐための避難線が付けられていた。現在でも、三北駅の南方の街並みの中にはその痕跡が残っているところがある。駅の出入り口は、港内北側と南側の2カ所にある。港内北側の出入り口は、木造の駅本屋になっている。 駅舎からホームへの移動用に1番線をまたぐ古線橋が設置されている。港内南側の出入り口はホーム東端から港内踏切で2番線を渡った先にあるホーム端部出入り口ともにスロープになっているので段差なしでホームに登ることができる。松田駅管理の簡易宅駅である。利用客の減少を受けて2012年3月17日の ダイヤ改正において一旦は無人化されたが、自治体との協議の結果、地元の NPO 法人、情緒豊かな町づくりが、三北町から委託を受けて運営することにより、5月26日に販売が再開された。営業時間は9から17時。ただし、マルスは設置されていないため、管理役発行の簡易委託乗車券のみの販売となっている。この切符販売の再開に際しては、 事前の調査でよく利用されていた駅までの切符のみが販売されることになった。切符は管理駅の丸スタンマズで事前に出力した 120mm 圏のため自動改札機は通ることができない。三北町統計所によると2017年度の1日平均乗車人員は574人である山北統計1、また神奈川県統計年間によると 2017年度の年間乗車人員は20万9587人である神奈川統計1近年の推移は以下の通りである東海旅客鉄道 CB 五天場線東山北駅三北駅国外駅駐車区編集出展編集1日平均乗車人員年間乗車人員ありがとうございます